おはようございます。おはようございます。フェス潜入レポートでございます。はい、私は今最高位線スタジオの4階に来ております。なんと最高位線フェスでトレカを売ります。よいしょ。さあ、企画してくれたサオリーチさん、サオリーチさん、サオリーチさんにお話を聞きたいと思います。トレカはいくらですか？1パック800円です。安い安い安い。さらに2パックだと1500円、100円引き、5パックだと3000円なのでだいぶ響きです。だいぶ響き。はい。そしてね、はい、選手もたくさんラインナップあります。そうなんです。タイトルホルダーの方と A1 リーガーの方と M リーガーの方と、あと今回のフェスで活躍される選手だったり人気の女優さんだったりがカードになってて、今ここにシークレットもあります。ちょっと1枚だけ、え、いいですか？1枚だけ、じゃあ一番右で、一番右、え、見せちゃっていいの？シークレット、さあ、キラ、え、キラ、キラ大吾だ、キラ大吾、キラ大吾でーす。ぜひ引いてください、キラ大吾。すごい。一応ね、一人一個ずつランダムで麻雀牌が振り分けられてるので、ここランダムに取ってメンツができるかゲームとかやってほしいなと思ってます。ターツになるかなとか、意外となるの大変だと思いますけど、いや、皆さんコンプしましょう。買ってください。おはようございます。ここは何ブースでしょうか？こちらは武蔵小山禁煙麻雀バー R のブースになっております。はい、お、売っているのがこのオリジナルの T シャツ、私と慎吾が今日着てる、はいはい、今着てるやつです。これです。とあと R でカレンダーを作ったんですけども、それのオフショットの写真がいろいろあります。はい、1枚500円と R で売ってるクッキー、マイカさんお手製のクッキーです。でどれか何を買っていただいても、なんと慎吾ちゃんのシールがついてるドリンク、これがプレゼントになってます。世界に多分100枚ぐらいしかないやつ。そう、私が作りました。ぜひゲットしてください。よろしくお願いします。あの、今日は何屋さんでしょうか？今日はコバボーさんチームの、このうちのね、診療所のちょっと今回最高位線フェイスのスポンサーやらせてもらってます。で、ちょっと今回あの航空ケアグッズ の物販もやらせていただくことになりましたので、まあ、僕が本当に今おすすめしてる8つの商品を今回あの皆様にご紹介させていただければと思います。なるほど。はい、歯医者さんの黒川さんと、あ、歯医者さんの菊池。確実に歯医者さんです。ガチのやつですか？これガチのやつです。これガチのやつです。あの、大学には許可を取ってませんので、よろしくお願いします。映しちゃダメじゃないですか？それだけじゃわかんないよ。全然大丈夫です。今日は何をするんですか？今日はですね、なんと最高位線フェス最高位線フェス2024の MC を2人で担当いたします。よいしょ。この実況者にあるまじき髪型をしたんですけれども、楽しみですね。楽しみです ね。なんかやったことないパブリックビューイングって言って、私たち多分まだあんまりね、やったことのない形式での実況会ということで、楽しみですね。楽しみです。1、3、5回戦で、そう、私が1、3、5回戦、私が2、4、6回戦で MC 担当します。お願いします。ででん、さあ、本日の最高位線フェス限定うちわがなんとあります。 PV 会場で推しのチームのうちわを配らせていただきます。こちらはアサミヤンキースのうちわ、そしてこちらが日向アイコスのうちわ、そして小林ロボティクスのうちわと、こちらが第5サキギリーズのうちわがあります。推しのチームのうちわを持ってみんなで推しチーム応援しましょう。イエイイエイイエイ。さすがですね。ちなみにどこ推しなんですか？え、いいんですか、そういうこと言っちゃって。まあまあいいんじゃないですか。私はアサミヤンキース推しです。頑張れ。なこさんどこ推しなんですか？まだ決められてないんですけど。
さあ、あなたはどこですか？いやでも、眉がサムヤンキースの下だから、ここはちょっとね、戦いたい。だいぶ先ギリーズかな。あー、先ギリ。ガチで、ガチで戦ってくれると思います。それは何でしょうか？こちら、フェス参加者限定のリストバンドです。こうやってやってつけれます。めちゃくちゃ本格的なフェスっぽいっすよね。ねえ、すごい。しかも結構色合いシックでかっこよくないですか？うん。ねえ、すごい、これをつけてみんなで一緒に楽しめたらなと思います。これつけてるとね、会場に移動できるということで。あ、そうなん、なるほど、うん。これつけてる間はいろんなところ行ったり来たりできるってことですね。そうですね、道場とスタジオを行き来できると。うん、じゃあそのためのチケットでもあるんですね。じゃあ今日、はい、盛り上がっていきましょう。頑張りましょう。あ、なんかお二人のカードがあると聞いて聞きました。はい、私たちもなんと今回トレンディングカードにしてもらって。これ買ってトレーニングカードっていうの？トレーディング？トレンディングじゃないの？ねえやだ、もうずっと28年トレンディングだと思って。それ流行っちゃった。トレーニング？トレーディング。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 やりとりする。これやだ、まあ、トレーディングカードになりまして。なりまして。ナコマユですね。ナコマユですね。ぜひ。ゲットしてほしい。なんかパロメーター的に書いてあるんですか？ない。眉たちはないですね。二人乗りなんで。二人乗り。二人乗り。でも、ナコがなぜか誕生日書いてない。3月28日です。です。私は12月26日です。おめでとうございます。ありがとうございます。プレゼント365日募集してます。はい、ぜひゲットしてね。ゲットしてね。カードもらったっすか？カードもらいました。あ、今撮ってるんですか？撮ってます。なんと、私のトレーディングカードがありました。わーい、かわいい。かわいい。ちょっとこれみんなに集めてほしいですね。右下なんて書いてあるんですか？右下は守備力、攻撃力、在籍年数、タイトル数、SNS、フール、SNS が本当に低い。SNS 率が本当に低い。まあでも新人なので、ここがね、ギュッとなってるんですけど、これ見てほしいのが、もうすごい活躍してる方とか、長く在籍してる方はもっと大きくなったりとか、ここのね、書いてあるところも全然違うので、それも見ていただけたらなと思います。はい、先生、我々選手一同は競技規定にのっとり、最強で最高のフェスをお届けしたいと思います。最高フェス開幕。明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いいたします。1回戦目、私とゴーさん、ここをホットにする予定ね。ゴーさん、はい、ホットにする予定なので、一緒に楽しんでいきたいと思いますが、はっきり言いまして、私このチームに何の思い入れもありません。誰一人も選んでないので、私村上純ってご存知ですか皆さん？村上純さんがどこかに行かれてしまって、代わりに私今日やるので、今日のうちに愛していこうかなと、はい、思っておりますので、はい、皆様今日はアイコス優勝を目標に、はい、一緒に頑張るぞ。まだ頭の中です。はい、皆さん明けましておめでとうございます。はい、2年間ね、うちのチーム頑張って修行してきましたんで、はい、優勝します。はい、怪しい。一日、はい、皆さん一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。最高位戦21期小林剛です。21期ですね。僕より古い人は宇野、須藤、9年先輩なんだ。そうだね。で、あとは島村さんと日産いますか？いませんね。じゃあ私が一番古いですね。その最高位戦ドラフトに一応なんか最高位戦について詳しい外部の人ということで、多分そういう意図で呼ばれたと思うんですが、私の当時の知識をもとに選んだ人メンツになってますね。多分強いと思うんだけど、まあ問題は知識が古いんですよね。加山さんが強かった時代とか誰も知らない。今も強いわ。誰も知らないって言うな。
すいません、そもそも加山さんを誰も知らない。謝れ。フリーアンキースの監督です、浅見真希と申します。我々のチームもですね、3年前に選んだんでね、ちょっと今強いと思ってる人とは違うよね。誰が違う、どの人が違う、誰、昔の先物買いしといてよかったななんて、ね、だってユウさんなんてエムリーガーじゃなかったですね。なんでもなかった、なんでもなかった。青高い？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 させていただきました。今日はね、どこを押すっていうのもあると思うんですけど、お祭りなのでみんなが普段の公式対局よりすごい楽しそうな感じで打ってると思いますので、一日それを楽しんでいただければいいかなと思います。皆さんも道場フリーとかも行かれるかと思うんですけど、そこでは直接ね、最高戦プロの選手たちと直接会って同卓できると思いますので、それもぜひ一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。まさしさん、はい、一言ください。勝つよ、勝つよ。まあね、先方ですから。そうですよね。そう先方ですから、うん、しかもね、うちのチームメイトね、楽しいメンツはいいんだけど、はい、ここ近年高級した3人が俺の後続くから、俺で勢いつけないとダメなの。やばい、厳しいなこと。ダメなの、ほんと。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あ、私、あ、はい、あ、おはようございます。あ、今潜入してます。あ、潜入、そうっす。なんかコメントください、適当にすいません。そうですね、フェス、イエーイ。以上です。加藤さん、今日は一日放送 MC でございます。はい、本当にやるよって言ったら、もうものすごい時間拘束がすごくて。そうですよ、はい、まあ、多分もうとりあえず開会式で ここ死んだんで、はい、最後まで喉が持つように、はい、調整して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よし、ありがとうございます。僕はクラシックルールで、ね、対局をするんですけど、まあ今日のクラシックルール対戦する相手、なんかね、僕は一番先輩らしいんですよ。全然いつまでも若手気分ではいるんですけど、なんで、ね、ちょっと負けられないなというところ。あと、まあ去年のねクラシック、まあどう考えても僕が一番実績がいいんで、まあ、優勝は決勝にしては行ってないですけど。はい、チーム優勝に貢献したいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今回は麻雀バーガーデン、はい、まあ、俺も着てるけど麻雀バーガーデンさんがスポンサーなんですけど、私の妻の塚田美希が、まあ、お店の責任者やってるお店です。なんで負けたら多分家に入れない。はい、まあ、他のチームのみんなに頑張ってもらいたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ガタアイコスから花丸シンフォニー丸山かなのプロです。イエーイ。そして続きまして、アサミヤンキースから日本一キレやすい麻雀プロ、アサイユウスケ選手。キレてます。キレてる。キレて、今日もキレてるよ。キレてるよ。はい、そして大子サキギリーズから麻雀生徒会長坂本まさし。かわいい。花丸の真似してるやん。謝ってる、それ。さあ、そして最後は小林ロボティクスからミスタークラシック石井和夫選手。かわいい。はい、あんまり。ここにあるね。いやいやいや、坂本の印象ってなんだ、感想。小学校ですね。見えないから小学校ですね。おはようございます。おはようございます。皆様明けましておめでとうございます。最高位戦西川理子です。よろしくお願いします。ここが最高位戦道場フリーです。はい、まだお客さん入る前ですね。今から受付前で、これから受付します。皆様ぜひ道場でもお待ちしております。待ってます。あ、最高位戦47期前期の関山純美です。初め、初めてですが、お願いします。今日は何をするんですか。あ、チェキ取ります。リコさんと一緒にチェキ取ってるんで、お待ちしてます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。こちらの責任者の方で。そうなんですよ。ちょっと今日はね、一番得意のお祭りイベントということで、もうね、一番得意の もう声枯れてない。あのね、ちょっとね、鼻声なんよ今日、ちょっとまだね。
まあ、やっぱこっからどんどん枯らしていくから、これがどう枯れるかを一番の見ものです。最高位戦、道場フリーのポイントを教えてください。ポイントはですね、素点関係ない完全着順勝負になってるところと、まあやっぱ推しチームを選んでいただいてて、その推しチームにお客様が打って勝ったらポイントが入りますと。なんでなんか普段と違って応援が力にじゃなく、そのまま自分の対局がチームのポイントになるんでっていうところで、全員で一丸となって優勝を目指せるところがポイントです。おはようございます。おはようございます。最高戦フェス、自分今年あれなんですよね、年男なんで、はい、なんだろう、とにかく、あ、なんか真面目なコメントになっちゃう。まあまあ、がっつり頑張って上り竜、優勝目指して頑張ります。はい、あ、おはよう。うん、ここは道場フリーですが、いやなんかすごいね、お祭り感がすごいね、はい、なんかみんな集まって、いやこれなんか久しぶりにこういうのできるのめっちゃ嬉しいね。前フェアマッチでやってたんだけどさ。そうですね、うん、ね、いやしかもこんな立派なもんまで作ってね、いやなんかスタジオフル活用してる感じでいいね。うん、そうなんで今日は一日楽しんでいきたいと思います。ケンベさん何チームですか？僕第5先ギリーズなんですけど、僕はあの補欠からの繰り上がりなんで、そんなに忠誠心はないです多分あの第5何やってんだって感じで言うと思いますが、まあまあまあ、なんとか、うまく最後までやっていきたいと思います。よろしくお願いします。潜入です。潜入、おお。調子はどうですか？調子はぼちぼちです。ぼちぼちです。今トップを目指して頑張ってるところです残り多分2曲。あ、なるほど、はい、頑張ってください。キュアンチーしてます。キュアンチーしてます。キュアンチーしてキュアンチーしてます。さっきチーしたところです頑張ってください。ありがとうございます。明けおめです。明けおめです。調子はいかがでしょうか？大人げないですすいません、すいません、ついに実力がガチですねもうただのなんか今日のイベントに一言ください。ああ、いやいや、ね、こんなたくさんのファンの方にお集まりいただいて嬉しい限りですね。はい、今日は自分の役割をしっかり全うして皆さんに喜んでもらえるように頑張ります。あと今取材ダメです。え、なんでですか？点数が一瞬見せてください。横棒見えます。なんかね、これ壊れ、滝が壊れてる。あ、なるほど。表示が。いや、なんかどこの宅も誰かが5万点以上持ってますね。そう、大荒れもう僕、あの、素点関係ないんで役満縛りみたいになってるんで。なるほど。それで、羽満値も OK になったから僕も役満値も2着ですよなんならなんならさっきもスアンコリアンシャンテだったヤンシャンテは意味ありますよいや今日とても楽しみにしてきたんですけど、まあ、楽しいは楽しいんですけど、麻雀負けると楽しさが半分以下になっちゃいますね。なるほど。なんでもっと楽しめる、まあ、楽しんでいただくつつ楽しもうと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと爆発してほしくください。はい。当初調子はいかがでしょうか？いやトップです。トップトップ末全オール引かれないように一発決勝しておく丁寧さね。なるほど、丁寧に、丁寧に優勝目指して頑張りますありがとうございます、はい、K さん、最高位戦 YouTube です。はい、はい、こんばんは。こんばんは、こんにちは。調子はどうですか？調子はもうゴッド積もってもうトップです。もう早くあと60分経たないかないや、めちゃくちゃ盛り上がってると思うんですけど、はい、今日の意気込みを一言。意気込みは、アサミヤンキースのためにチームの一員として連覇かかってるんですよ、アサミヤンキース。そうですね、はいはい、前は多分チームメイトじゃなかったと思うんですけど、連覇できるように、はい、頑張ります。ありがとうございます。最高位戦 YouTube です。騙されるな、人生は楽しいえ、ちょっと怖いぞ怖いね、怖いよ、そう、これ朝見た瞬間めっちゃ面白くて浅川さん、あの使えそうなやつをねいや使ってくださいよ、渾身のネタを。ちょっと最高戦です。めちゃくちゃ盛り上がってますが、意気込みをお願いします。意気込みを人生を楽しみます。頑張ってくださいどうですか？ここね、あの推しチームでいうと1対3なんですよ。
1対3全員浅見ヤンキー投手なんで、なんと、まあ、本当に言うなれば絶対に負けられない。確かに。そう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 。そんな囲われてるんですね。騙されるな、人生は楽しい。なるほど、つなぎを意識していただいて、はい、ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、お願いします。小川さん、はい、最高位戦 YouTube です。はい、一言意気込みお願いします。最終戦に向けて頑張ります。頑張ってください。はい、ただこんなことありますか。3杯入りですか。3杯入り、3杯でございます。頑張っちゃいます、プロコ。いつ来ても道場フリー楽しめます。みんな来てね。今日めっちゃ喋ってるね、宅内ね。フォクリって言うって言ってたっけ。チンクリのフォクリで言ってた。道場の方で。こっちで、こっちで、こっちで、こっちで。さっきのも言ってたしやすいね。わー、もう2004戦。はい、いらっしゃい。はい、バイバイよ。いや、あの本当にマナー悪くすみません。普段はやらないんですけど、仲間をつけるときは楽しくね、みんな許してくれる範囲内で楽しくやってることはあります。まあ、その場に合わせて打つっていうことがとても大事だと思います。東ローテックスでしたっけ、はい、チーム、はい、なんかね、ちょっと今までの人不甲斐ないなと思ってたんですよ。冒頭でなんかね、ラストを引いて、そこにいる会話さんもラストを引いて、この人たち何やってんだと思ってたんですけど、僕も引いてました。まだ0点だ、まだ0点だよ。いや、すいませんでした。今、たぶたまってたんですよ。たぶたまってたんですよ。え、マスロありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。第5先シリーズ、はい、監督、監督大吾です。はい、はい、なんかこうね、放送もしててお客さんとも打てるところがあって PV もあって、なんかお祭りみたいな感じでいいんじゃないですかね。はい、じゃあ意気込みをお願いします。とりあえずうちだけメンバーちょっとガチなんで優勝します。はい、ちょっと人選を間違えましたね。謝れ。もう皆さんすいませんでした。ちょっとね、茅場一馬強いかと思ってたんですけどね、ちょっと残念でしたね。もう、ま、完全に期待外れですわ。これ使って大丈夫ですか。使って大丈夫です。はい、じゃあ、 この後エキシビジョンマッチもあると思うんですけど、意気込みをお願いします。はい、まあ、あと4回戦あるんで、2回ぐらいトップ取ればなんとかなると思ってますんで、奴らの負債を返そうと思います。じゃあ今日1日盛り上がっていきましょう。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。アソヤンキース、はい、え、今は成績は3-1できてるんで、次太郎さんなんですけど、オクジャンルールなんで多分必勝法思いついたって言ってたんで、ズルなんですけど、多分いけます。この後エキシビションマッチもあると思うんですけど、はい、じゃあ簡単に、あ、エキシビションも加点される、はい、加点されます。意気込みお願いします。負けないぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。日向愛子す監督の日向さんです、はい、よろしくお願いします。今日の調子はいかがでしょうか。まあ、かなりいい感じで来てるんではないでしょうか。はい、最高位戦フェス、めちゃくちゃ盛り上がってますね。そうですね。いや、下でめちゃくちゃ喋ってたから、ね、楽しかったです。でも、ちょっと私がね、指名したチームではないので、ちょっと村上さん の意思を引き継いでやろうと思っているので、今日はリーチ超人になりきってやろうかなと思ってます。この後ちょうどエキシビジョン、でも頓風戦なんですって。そうっす。そんなリーチ超人してたら負けますけどね。やってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、勝ちます。はい、190だから、あれか、ロボティクスがトップの時だけ俺が2着で、ちょっとあなたがラスの時にどうかって感じ。いや、もう3倍になった時点で1順40が3倍になってるから、120差がつくから、うん、もう一緒か、うん、意味ね、もう意味ね、もう意味ね、もう意味ね、ちょっと2シリーズとうち190差があるんですけど、うん、しょうがない、それ役までカバーするしかない。
やっぱりそれか5万点か飛ばすか。5万点でね、飛ばすと上手く飛ばすとさらに120点。あと今100点。でもさすがに僕は上がって、僕1000点上がってますもん。いやいやいや、見て。いやいや、僕がさすがに上がってるから。いや俺が123の6000の上がってるから。いや見て、もう上がってるでしょ。いや、もういいよ、喋る。ほら、あー、ダイスのチューン、クソ。これちょっとすごいよ、これすごい。目離してよ。すごい。残念だった。もう一回行きますから。それ完成する前に上がってるから見て、これ次のつもほら、これがもう開けちゃいますよ、1回開けちゃうよ、これは。本当に1回開けちゃう。君が一番得してたから、今。他人に何で上がるよ、これ。どうでもいいんだよ。スーパーチャンスのハイパイが来るって何。それも本番で喋るならそれくらい喋ってやろうよ、その本番で。決まってます。こっちはやる。そっちなんか昨日見た気がするんですけど。それはこうだけどね。一日終わりましたね、配信は。あとは締めて終わり。そうですね。いや、お疲れ様でした。これ、最高で YouTube です。え、流れてるの？いや、流れてない。後で編集して使うんですけど。本当に無事に終わってくれたらいいな。あとは、参加してくれた人が楽しんでくれてるのはご満足です。フェス好きの浅井さんが企画して、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。それっぽくなった？フェスっぽくなった？いや、めちゃめちゃなってますよ。とにかく30分で売り切れます。いや、やばいよね。あのフェスの物販の売れっぷりは俺もさ、フェス行ってさ、この前も、買いたいの買えなかったと思ったけど、そういう感じちょっと思いましたよね。早すぎ、ちょっと早すぎ。だって1000枚ぐらい作ったんだよ。再販決定しましたので、また、はい、ぜひ、この後多分メディアアカウントからどういう風にやるかは発表しますんで、お待ちください。で、大三元の件ははい上がりそうだったんですけどね。そう、空気が読めない2人に潰されました。山1個あったよ、山1個あった、超楽しみだった。え、来るかと思って。何そうね。まあ、じゃあ打ってて見てない、その曲。確かに。そうだね、どうぞ。あれ、ドッティはハイパイから初あったんだね。そうです。なんか、ふわっと言っちゃえばいいのに。いや、手がね、悪すぎたの。あまりにも悪かったから、そう。もうちょっと受ければ、出たもんね。締めました。負けました。いや、負けてない。なんやかんやで総合2位だもんね。中島が一番負けちゃうよ、なんか。モノマネまでさせられて。全てを背負ってました。全てを背負ってました。あれ、何？モノマネさせられたの？させられた。ニーツさんのモノマネ。マジで？ぜひ、アーカイブで。あ、そう。浅見監督、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一言お願いします。腕。人選が良かったですね。ちょっと直也心配だったんですけど。最後。突然の漫画報酬から。ちょっと。やめて打っとるやんけと思って、怪しかったんですけど。やっぱさすが、A2 の番人でした。いいでした。太郎さんはいかがでしたか。いや、楽しませていただきました。ちょっとはっちゃけすぎたかなっていう感じはしてますけど、まあ今日は緩いお祭りだったんで、まあね、いや、かなりコメント欄が、コメント欄が湧いておりましたね。荒れてた、最高って。あ、もう飲んでる。タオさんトップだったんですね。トップだったけど、なんかカチャカチャうるさかったっぽい。僕そんなに音入ってると思ってなかったから。あれ自然に、あえてですよね。あえてですよね。ちゃん3-3並び押しとかやってたから意外と拾うんですよね。ここにワイカあるんで。なるほどね、はい、だけどまあ楽しくできたかなという感じで、はい、よかったです。ありがとうございます。またこういうイベントやりたいですね。やりましょう。さあ、それでは優勝は浅見ヤンキース。はい、じゃあ浅見さん、こちら。ありがとうございます。ポーズがあったんですね。はい、もうちょっと、そっち映らないで、映らないで、もうちょっとキュッと、はい、キュッとしてください、キュッと、はい。またこのこれを騒ぎ倒したいなと思って、はい、なので引き続き精進してまいります。今日は皆さんも大変楽しんでいただけましたでしょうか。あ、ちなみに加山さんの麻雀は見ないでご飯食べてました。チラチラ見るたびに展望が減ってくるだけ見てました。はい、浅井祐介です。ご参加いただきありがとうございました。今日の話をします。
ラスト僕だけ3着なんですけれど、僕が企画したとおりプラマイゼロでお願いします。はい、ね、こんなにね、もうやってみてどれぐらい皆さんに参加していただけるか分かんなかったんですけど、こんなにたくさんの方に参加していただけて本当にこの景色素晴らしいです。ありがとうございます。で、ね、企画ここまで来て、すごい手伝ってくれたのは、阿波野さん、神原さん、柳沢さん中心に、あと、おいのさん忘れた、このデザインとか、これ一番大事、このデザインとか全部おいのさんやってるんで、本当、あそこの物販ブースにいるおいのさん、すごい頑張ってくれたんで、ぜひおいのさんに拍手いただきます。はい、そして MC、スタッフ、選手、参加してくれた選手、皆さん、本当に全部ありがとうございました。またね、来年も、どういう企画になるかわかんないですけど、こういう風に皆さんと遊べるような企画をぜひやりたいなと思ってますので、僕にその、まだ頑張ろうと思うような拍手をぜひください。来年もありがとうございました。